ムネとタイトル見ていただいたらわかるかな、いやもしかしたらわからんように作ってるかもしれないので、今日のサムネとタイトル見てもどこの何の動画かわからなかった方はバカじゃないです。はい、ということで、ちなみに今日の動画なんですけども、アニバーサリーで獲得したこの投手を使ってやっていきたいと思います。はい、こちらペルドモ投手ですね。ペルドモ投手ね、ちょっとまだどうするか全然決めてないっていうのは戦力になるのかなって、もうちょっとね、未知、このシンキングスプリットっていうのがどこまで通用するのかなって、球種が少なくてもどこまで通用するのかなっていうのが未知なので、ごめんなさい、特訓してません。はい、で3戦こんな感じになってます。で、縦スラ5、シンキング5のツーシーム C のストレート F やね。ちょっとどうなんやろね、まあ使えるとしてもね、かなりワンポイントになってくるんじゃないのかなと思いますが、まあ、右打者にとっては結構嫌な存在になってくるかもしれない。左バッターはかなり打ちやすいんじゃないかなと思うので、ちょっとね、使ってみたでやっていくんですけども、相手の方が左打者めっちゃ多い方とか言ったら、ちょっとあーっていうね、現実を見せつけるような動画になるかもしれないですし、ちょっとね、もう今日はありのままをお伝えできればいいのかなということで、とりあえずちょっとこのペルドモ投手使っていきたいと思います。ただね、特殊能力はめちゃくちゃリアタイ向きで、キレ中段、ミート中段で、コントロール回でミート中段の、スクエンでミート中段の、パワー中段なので、松井裕樹投手に続いてね、ミートは、マックス24下げれてきます。で、パワーもね、8下げれてくる。しかも松井裕樹投手の時は超大ピンチだったので、通常時は、マックスね、下げれてもミート16マイナスだったところが、今回はもう通常時でもマイナス24下げれる可能性があるっていうところでは、かなり強くなってきてますので、一応ね、今後どうしていくかわからないんですけども、特殊能力一応レベル3までは上げておきました。ということでね、こちらのペルドモ投手使って、そして先発は辰巳を使ってね、やっていきたいなと思いますので、ちょっとね、早速ランク戦で使っていきたいと思います。もうちょっとね、1人辰巳投げたら、もう2人目からペルドモ投手でどうもって言ってね、私の、はい、ということで、相手の方の打率が4割5分やね。ちょっとどうなるかな、不安だな、これはもうどうなるかな。ちょっとね、4割5分の方やと3点くらいは見とかないといけないので、攻撃もね、しっかり集中してやっていきたい。高倉選手ちょっと継承するか問題、アニバで獲得したんでね、ちょっとどうしよう、皆さんどうされますか、ちょっとマジで、ちょっとマジで前、おお高倉選手えぐっ、ちょっとアニバの方がいいのか、エキサイティングの方がいいのか問題。ちょっとエキサイティングに称号をつけるっていうのが一番いいんかもな。ミートが上がるような称号をつけれるっていうのが一番平和的解決なんかもしらんな。特殊能力でパワーは上がってくれるからな。そしてギター、わあ、集中、誰かもやってたの日本シリーズで、これね、誰やったかな、忘れたけど、これマジでね、動体視力上がりますよ、こうやって。僕めっちゃやる、これ大会中とかめっちゃやってますからね、これ。みんなもぜひこの指をひたすら見続ける、早く動かして。結果フォアボール、歩いて前打線やから。そして前田智則選手、ちょっとね、昨日からバットが湿りがち、ただ打ちやすさ、この懐の深さね。あー新井さん、新井さん、それは新井が悪い、それは新井が悪いわ。やばい、今のは何してんねんやな。今のは一番投げてくれて助かったボールやな。中間の反則球、フォークでも、もうどっちかや、ちょっとどっちかやったら両方出てなかったかもしれない。今の一番助かった、今のは。よくよく考えたらね、僕めっちゃタッチペンの角度が変わってましたね。今までめっちゃ寝かしてたのが、ちょっと最近立てがちやった。それが原因かもしらん。うん、だから何の話やねん、マジ。僕はね、イラついて純正のタッチペン投げて、壊し、あっちゃっ、どうな
なんやろな、純正の方がやっぱいいんかな。でも俺はあんま違い感じひんかったけど、こうやってすぐにダメになるっていうのはもしかしたらあるかもしらんな。こう感度の悪い場所があるとか。でも別に学生の方とかやったらもう全然純正のタッチペン使う必要はないと思いますね。大丈夫か。おーし、おまりさん、今の結構タイミング際どいからちゃんと伸びようか。うん、いやー、こっから左出しはめちゃくちゃ続くから本来辰巳で行きたいところやけど、使ってみた動画なので出る、どうもで、はい、どうもーっつってね。初球打てスライダー一番頭にないでしょう。まあただ反応で打てられるね、ランク戦やったら頭になくても。まあ初球やから振ってこんかったってだけ。多分次からは危ない。今のシンキングスプリットがね、僕あんまりまだ勝手が分かってない。落ち方そんなもんね、変化量5で。 OKOK です。これ落ちひんっていうこともあんねんな。取れるよ。よーし、オマリーでおま、スピ解放仕上げたからね。オマリーでおまからの同じところからちょっと一球ツーシームいったら果たして詰まるのか。ああ、なるほどね。はいはいはい。でフォーシームいってみようか。フォーシーム F なのがいただけないですね。ツーシームの方が圧倒的に速く感じんやろな。ここでフォーシーム行きます。今自分では何を話、おお、ビタビタコントロール出てる。お、ちょっと待って、全削りしてる、えぐい。まさか、ちょうど20くらい削ってる。あ、ちょっと特殊能力フレンカイってな、実況者としてどうよ。ちょっと巻き戻してみて、今どんだけ削ってたか。チャンネル登録よろしくお願いします。ほら下げなさい頭、はい、お願いします。チカチカは今日も今日とって吉信から打ってましたね、ライト前関東で。新井さん肩弱ない？なー、それはボールです。ちょっとここから気を取り直して、俺はエキサイティングでも強いけどアニマも強いっぽいけど、どっち使うんだ。だほうボール球やっちゅうな。スピ解放したけど特訓5のままです。気づいててオーダーバースト変えようと思ってるけど、なかなかオーダー変えてもらえません。中途半端な状態で試合に出され続けてます。僕でもそれでも打ちますよ、ダボを見せつけていきます。もう一回言うよ。言えるか、覚えてん、全く一文字目から覚えてんよ。バースどっちボールしてんのか、こうやって。はい、ペルどうもーっつってね。はいはい、初球ね、ここビタビタのストレートからいきましょう。危ない。おお、やっぱツーシーム芯あるっちゅうのがでかいか。相手の方4割5分やからね。通用したらペルドーム、これ特訓10やで。これこのままちゃんと3点、まあ3点の取られ方にもよるけど、3点まあ守りきったら特訓10してあげるよ。あーな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 ーね、やってくれないですかね。ないからあれやね、あれっていうのがあるかもしれない。コントロールミスっていうのが。今のはちょっと目をつむります。いやいいねいいね、振らせてる。やっぱね、多分打者もそこまでシンキングファストってね、シンキングスプリットがまだ見慣れてるとは言い難いところもあると思うよね。ちょっとスタミナも心配やからな、そろそろ。ちょっと一か八かゲッツー狙いに行っていい、スタミナがやばそうやから。いやそれ落ちてほしいけど、もう今のはもう特訓してないからな。うわ、ピッチャー変えた、うわ、ピッチャー変えた。これもう通用したってことでいい？ある程度ワンポイントツーポイントくらいやったら通用するってことでいい？これもうバテたからさ。いや、バテたのを1球だけ利用していくか。これは落ちてくれよ。いやー、バテたのにちょっと変えるわ。これ裏やな、これ2回の裏やな、まずいやん。まあそういう時もあるよな。まあペルドもちゃんと特訓しようかな。